吉瀬さん、ビットコインがタダでもらえるアプリをやっていて、2日目なんですけども、ビットコインね、238円もらいました。タダでパパッと作業するだけなんで、毎日ね、なんかゲームみたいなのがあるんですよ。あと30秒広告を見るってやつがあるんですよ。それを見るだけでもくれるんですよね。いや、これ嬉しいな。238円です。だからこの238円ね、私このアプリを使い始めて2日目なんで、まあ稼ぎてもこのぐらいだっていうふうな自己評価なんですよ。ベテランじゃないですからね。ベテランになったら毎日1万円とか2万円とかビットコインね、稼げるんでしょうけども、私はこのアプリを使い始めて、まだど素人中のど素人なんで、まあ報酬が上がるだけいいなと思ってるんですよ。すごく感動してるんですよね。前回のモッピーっていうポイントサイトも丸2ヶ月やったんですけども、おおよそ10万円ぐらい作れたんですよ。やったなって感じですよね。だってモッピーにしても、このビットスターにしても、知らなければずっとゼロが更新されるわけですよ。知ったことによってプラスになりましたよね。現金収入、私2つ合わせて10万円ぐらいになってるわけですよ。プラスこの足跡を YouTube に残してるわけですから、 YouTube の広告単価や再生数もプラスオンされるということで、いいことずくめですね。だから結局ね、何を見てるかってことなんですよ。こういうのを作業して、なんだ200円か300円かって言って通り過ぎるのか、それとも1円2円を大切にして、いや、ビジネスマンなんだから1円稼ぎに行かないと1万円なんてできるわけないじゃんっていうふうに思うのかなんですよね。で、私はこのね、ビットスタートすごくいいなと思ってるんですよ。で、反面ですね、今日ビットコインとイーサリアム私保有してるんですけども、値上がりしててもう何十万も、もう100万超えてるかな。この3日間くらいで100万円ぐらいの利益出てるんですよ。こっちは放置してて、毎日そのあれを見てるだけなんですけど、チャートを見てるだけなんですけどね。だからチャートを見てて放置してても儲かるのに、さらにこれをやるみたいなね、どこまで貪欲なんだって感じでしょう。私もこういう感じですよ。だからビジネスをやってる、やってないに関わらず、この作業を私やってるんですよね。だからこの小さなことの積み上げが、多分トータルでものすごい方向に向かうんだろうなと思いますし、とにかく360度稼げそうなやつはちょっとでもタッチするわけです、私の場合は。で、可能性をそこからこじ開けて広げていくって感じです。まあ、ですんでね、ビットスター237円です、今ね。237円、相場変動してますから。237円、私のところにこのアプリから入りましたけども、YouTube を使うことによって収益っていうのはもっと広がってるんですよね。まあ、その暗号通貨の情報発信もこれにつれてできますし、それから人に提供することができます。ビットコインタダでもらえる方法あるよと、私も実際やってるよってことで、私の紹介でビットスタートをやる人もね、出てきてるわけですから。ということで、私は大げさなこと言ったら、市場をこうやって広げてるんですよね。A8 ネットでもそうですよ。私を通じて A8 ネットを知った方っていうのが確実に1000人以上いるわけですよ。で、そういった方たちが、今でもね、A8 ネットをやってるかどうか分かりませんけども、 A8 ネットっていう市場を広げて、私は A8 ネットからね、もう本当にありがとうって言われてもいいぐらいなんですけども、まあ報酬をたくさんいただいたんでありがとうなんでしょうけどもね、紹介報酬もいただいたし、特別な案件もいっぱいもらいましたしね、本当に言うことないなと思います。でも A8 ネットにしても、こういったビットスターにしても、やり始めってのは人がバカにするぐらい小さな金額なんですよ。で、最初は多分ね、多くの方は笑われてると思います。でも1年2年3年5年、今私8年目ですけども、今では私の方が、まあ、笑ってるっていうかね、あざ笑ってるわけではないですけども、ああよかったっていうふうに笑顔になってますよね。だから2013年、私と一緒に始めた人どうしたんでしょうかね。400人ぐらいいたはずなんですけども、今どうなってるんでしょうか。私と同じように一戸建てを一発で買えとまでは言わないんですけども、ただ今でもね、お金の問題に、まあ、右往左往してなければいいんだなと、いいんですけどね、そう思う日々ですよ。じゃあ、いってらっしゃいですかね。要するに今置かれてる状況が悪いと取るのか、いいと取るのか、これはその人一人次第です。現象は同じだけども、解釈はね、どっちから見るかっていうのは自由ですから。私は常にこんなチャンスがある世の中にいるんだなっていうふうなことをしっかりと見据えていきたいと思います。その中でもね、解決できそうなものとか、解決できそうにないもの、いくつかをピックアップして、まあ、いわゆるね、はけ口みたいな感じで放送することもありますね。最近はね、新型コロナウイルスの緊急事態宣言ですか、あれについて YouTube 上げさせてもらってますけども、ね、やっぱり共感してくださる方がいらっしゃいますよね。まあ、そういう場所もこれから作っていこうかと思います。まあ、一つのマーケット、そんな意味ではね、作ってるのかなと思うんですよね。じゃあ本日は以上です。